側曲ウアメは、甲骨魚類の分類群の一つ。原生の魚類としては、酒鈴木目、タラメ、アシロメ、ガマアンコウメ及びアンコウメの5目が含まれ、計36か270属1340種が記載される。他に絶滅したグループとして、スフィナーセファリフォームズ目がところ属する。側曲機上目は、小心骨悪にところ属する甲骨魚類のうち、 原生の酒鈴木目、タラ目、アシロー目、ガマアンコウメ、アンコウお及び化石種の実が知られるスフィナーセファリフォームズ目の計6目をまとめた一群である。1960年代後半にグリーンウッドラによって提唱され、小心骨枠の中では極気うわに次いで進化の進んだ行為群として位置づけられている。側極気うは、 分類群としての厳密な定義づけを書いたまま設置され、その単系統制は当初より疑問視されてきた。近年、ミトコンドリア DNA の解析などの分子、生物学的手法に基づき、元神目が側系統群であることを示唆する報告が相次いでいる。酒鈴木目とタラ目はそれぞれ銀目大目及び真っ当大阿目と姉妹群の関係にあり、これらの四群を ひとまとめのグループとして扱うことで初めて、側極9雨メは単系統になるとされる。残る足路目ガマアンコウメ、アンコウメの3群は、相互の類縁関係が実際には、さほど近くないと見られ、側極9雨メから除外される方向で検討が進んでいる。足路目は、パーコモーフの中で、最も原始的なグループとされ、一方で、 アンコウメはより高位な軍である被主大化と禁煙である可能性が指摘されている。また、ガマ暗闘メはタウナギメやトゲウオメとの類縁関係が示されている。以上のような分子生物学的手法に基づく新たな系統分析の結果は従来の形態学による分類との矛盾点が見られるケースも多く、ネルソンは側ワ極級アメの大幅な改変を実施するには 両者の方法を組み合わせたさらなる検討が必要と指摘している。酒鈴木科の化石種。最古の酒鈴木目魚類の化石は、赤月新生後期の地層から出土している、ヨーロッパヘイクヨーロピアンヘイク、マーラケウスマーラケウス。タラモクには本種を含め数多くの水産重要種が、所属している、ソコボーズスペクトランクルスグランディス。アシろ目は、 珊瑚礁から深海まで幅広い分布域を持つ。本種は、海溝の深部に分布する、大型深海魚である、ガルフトードフィッシュオプセーヌスベーター。生理学研究のモデル動物として利用される、アメリカアングラーロフェウスアメリカーナスの骨格標本。暗光目の魚類は肋骨をかく原性の、側極球アメは、酒鈴木目、タラメ、アシロメ。 ガマアンコウメおよびアンコウメの五目で構成され、合計36か270属1340種が、ところ属する。その多くは、海水魚であり、淡水産種は20種程度に過ぎない。スフィナーセファリーフォームズメは、ヨーロッパの白秋前期の地層から知られる、海産魚の一群である。かつては、アモクとして酒鈴木目に含められていたが、 椎骨の形態などの特徴に基づき、現在では独立の目として扱われている。スフィーニセファラス族のみが所属し、油びれをかく。ありがとうございます。